おはようございます。10月21日水曜日朝4時58分です。朝のモーニングコーヒーですが、今朝はバリスタでスタートします。いただきます。うまい、安定のうまさ。昨日の夜10時に DJI が新しい製品を発表しました。DJI ポケット2。以前までのモデルっていうのは DJI オズモポケットだったんですが、オズポケの新しいモデル、ポケット2という名前で、新しい製品が発表されました。オズモっていう名前がなくなったんですね。これなんか意味があるのかな？で、パッと見た感じでは、オズモポケットの時とそんなにね、見た目変わらないんですが、内容を見てみると、もう全く違うモデルになってきましたね。さすが DJI って感じです。DJI のホームページ内に、以前のオズモポケットと今回のポケット2との比較ができるサイトがちゃんとね、出てますね。で、ここ見てみると色々違いが分かってきます。で、一番やっぱ大きな違いっていうのは、センサーサイズが以前のオズモポケットの時より大きくなってますね。本体サイズ、重量だとか、あと外観のサイズってはもうほぼほぼ同じ感じです。注目するのはやっぱりここのセンサーですよね。オズポケの時は 2.3 インチ分の1のサイズだったのが、これ 1.7 インチになってますね。で、有効画素数が以前が12メガピクセルだったのが、今回64メガピクセルですよ。これはやばい。以前のオズポケでウィークポイントだった画角の狭さっていうのもね、今回改善してきてますね。で、以前のモデルでは35ミリ換算でいうところの26ミリだったのが、今回20ミリですよ。で、さらに専用のワイコンが、なんか一緒に発売されるようで、そのワイコンつけるとさらに広く、画角が撮れるっていうような、もうほんとね、死角を潰しに来たっていうような感じですね。で、レンズも明るくなっています。以前は F2 だったのが、今回 F1.8 ですね。これ暗所かなり強くなってるんじゃないかな。センサーサイズが大きくなって、で、さらに F 値もね、明るいレンズ搭載してきたんで、で、さらに広角になったということで、これめちゃくちゃ Vlog として使えるんじゃないですか。発売は今月10月末になってますね。で、すでに予約も始まっていて、DJI ポケット2、これ単体販売だと、税込み 49,500 円で、いろんなオプションパーツがセットになったコンボセット、まあ、よくあのドローンとかでコンボセットあるんですが、そのコンボセットが 64,900 円になっています。で、コンボセットと、単体での違い、大きな違いっていうのは、この下になんかいろいろ出てたんですが、これだけのものが、コンボセットの方には、付属として最初からついてくるみたいで、一番ね、気になったのが、これワイヤレスマイクですね。ワイヤレスマイクトランスミッター、まあ、これ自体が、無線のマイクになっていて、で、本体側の方に、音声を飛ばすっていうような、ロードのワイヤレス GO と同じような使い方が、今回からできるようになりました。これがね、純正品で出るっていうところがすごいですよね。で、あと以前のモデルと違って、このスティックが、前まではね、この左右か上下のどちらかを選択してしか操作できなかったんですけど、今回からこういったね、4方向、確かね、これ斜めにも動かせたのかな。こういったあの、ジョイスティックのあるものが、新しく、付属されるようです。これめちゃくちゃ使いやすくなると思いますね。それと、あとこれですよ。広角レンズ、ワイコンです。もうワイコンも最初から、コンボセットの方には同梱されるようですね。もともと 20mm と画角が広くなったのに加えて、さらに 5mm だったかな、 15mm ぐらいの画角になるみたいです。かなり早い段階からこのポケット2が出るっていう、リーク情報出てたので、今まであの所有していたオズモポケット初代の方なんですけど、結構早くに手放してしまいました。で、今回もうすでに予約開始と同時に、コンボセットの方を予約注文しました。で、今回購入は DJI の公式ホームページからになります。で、GoPro の時とね、同じで、
結局今持っているカードではもう全部すべてダメでした。もうエラーになって購入できなかったんですが、今回ペーパルの方を使うとすんなり購入可能でした。 Amazon の方でもコンボセットだけだったかな、今のところ予約可能なようなので、気になる方はね、ぜひ Amazon の方をチェックしてみてください。リンクの方また貼っておきます。 DJI っていう企業は本当すごい企業ですよね。今まであった製品の悪かったところ、もうかなりこれね、やっぱりリサーチしてるかと思うんですが、そういったところをね、新しいモデルでは必ず改善してきますよね。で、この DJI ポケット2、いや、届くの楽しみです。で、この仕上がり見てると、DJI のオズモアクション、おそらくまた新しいモデル出るかと思うんですが、これ GoPro、かなりやばいことになるんじゃないかなと予想しています。いやー、ほんとすごい会社だわ。じゃん。週末に届いてたんですが、これもまだ開封できてないので、今から開封していきます。購入先は Amazon になります。ん？せーの、じゃん。ニューモア。まあ、この名前聞いてピンとくる方も多いかと思います。で、今回購入したものこれですね。じゃん。バッテリーの充電器になります。同時に2個させるタイプですね。で、これ何のバッテリーかというと、このバッテリー。NPFZ100 の光合バッテリーになります。で、このバッテリー、今撮影に使っている α7S3 だとか、あと α7-3、あと α7R3 だとか R4 の、バッテリーになりますね。で、まあ今回購入したのはこのバッテリーが目的じゃなくて、実はこいつ、この充電器がね、欲しかったんですね。で、この充電器非常に軽量でコンパクトで、いろいろ旅先に持っていくのにね、非常に便利なんですよね。で、今まで使用してたのが、まあ、カメラ自体に付属してきたこの純正の充電器なんですけど、まあこれもともと1本しか、充電できないっていうのと、あとね、ケーブル類が、まあどうしてもこの AC 用のケーブルがついてきて結構邪魔なんですよね。確か急速充電器になってたのかな？充電時間はまあまあ確か早かったと思うんですけど、まあとにかく1個しか充電できないということと、この2つをね、いろいろこう旅先だとか出先に持ち歩くっていうのが非常にちょっと邪魔になるので、今回この充電器目的でこのバッテリー、予備バッテリー2個、交互性のバッテリーもセットになったものを購入しました。メインは、こっちがメインです。バッテリーはね、おまけみたいなもん。ただ、このバッテリーも、こういった、ケースがちゃんとね、ついてきてて、このケースが何かと使いやすい、非常に便利なアイテムになってます。バッテリー残量がちょっとあるかどうかわかんないんですけど、今、実際にこのカメラに付け替えしてみて、実際に撮影してみたいと思います。はい、バッテリーの交換完了しました。で、これがもともと付属してきた純正のバッテリーになります。で、バッテリー残量ですが、約 70% ほど。あ、今これね、バッテリーの動作及び安全性は保証できません。ご使用続けますかという確認の、今、表示出ましたね。あ、こんなのが出るんだ。これ確認で。あ、いけた。これ1回か出るのかな。まあ、使うのにはおそらくね、問題ないかと思うんですけど、一応まあ、同じように購入される方いらっしゃったら、そのあたりちょっとね、気をつけてもらえばと思います。まあ、とにかく今のところ、特に問題なく使えています。今日は水曜日なので、夕方から競技場か。あ、そうそう。今週末はあいつが届きますね。ソニーの α7C、先日予約やり直したカメラになります。ほんとね、今年はカメラ、新しいカメラたくさん出ましたよね。なんかすっげえいっぱい買ったような気がするんですけど、結局今、あ、そうそう、 XT4 だとか富士のカメラを今年初めて購入したんですけど、結局富士はどうもね、もう本当にカメラ自体はいいカメラ多かったんですけど、どうもちょっと自分の使い方としてはこう相性が合わなくて、まあもう早々に手放してしまったっていうところはあるんですが、富士も確か新しい X10 だったかな、
新しいカメラ発売するようですね。非常にまあ興味はあるんですけど、まあとにかく今年はこの、ソニー機だとか、あと DJI ポケット2だとか GoPro のヒーロー9だとか、まあそういったカメラを、しばらくは主体に使っていこうかと思っています。というわけで本日の動画は以上となります。ぜひチャンネル登録もよろしくお願いします。それではまた。